どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドで遊んでいきたいと思います。今日は、蜘蛛の祠をクリアしていきたいと思います。祠の場所なんですけれども、全体マップから見ると、北西方向のここら辺ですね。ヘブラ山北岳の東の方にあります。で、祠の行き方がちょっと難しくてですね、ここに扉があるじゃないですか。この扉をぶち壊してあげなければなりません。で、ぶち壊す方法なんですけれども、この扉を背にして、こっち側を見るとですね、こう坂になってるんですよ。登ってやるとわかるんですけれども。で、坂に沿って雪玉を転がして、この扉を、に、まあ、雪玉をぶつけてやると。そうすると、まあ、中に、扉が壊れて中に入ることができるようになります。実際にこう坂登っていってみましょうか。はい。今、まっすぐ登りますよ。はい、そうするとちょっと難所があるんですよ。ここに、わかりますか？くぼみがあるじゃないですか。くぼみが。落ちると、中にちょっと水があります。このくぼみ、邪魔じゃないですか。だって、雪玉をこう転がしていったら、こう上の方から、雪玉を転がしていったら、この、くぼみにはまってしまいますね。そうすると、扉に当たらない。あそこに扉があるんですけどね。ただ落ちた時に分かったかと思うんですけど、水がありました。というわけで、アイスメーカーで道を作ってあげましょうね。2つぐらい入るんですよ。この柱が。ちょっと作るのは非常に難しいんですけどね。ギリギリにこう立てないといけない。ほら難しい。ちょっとこれ何とかトライさせてください。はい、できました。そうすると、こう上からこの上の方から転がってきた雪玉が、はい、ここに落ちる。なんかこう、転がっていってくれるんじゃないかなと。まあ、リンク落ちちゃいましたけどね。はい、こう転がっていってくれるんじゃないかと期待しております。じゃあ、登っていきましょうか。いいですかね。ちょっと繰り返しますけど、リンク落ちちゃいましたけど、この雪玉の道を、雪玉じゃない、石柱の道、石柱じゃねえ。氷の柱の道を、こう、雪玉が転がっていってくれることを期待しております。さあ、さらに登ってきます。今、扉からまっすぐ登ってきております。はい、ちなみに雪玉、使う雪玉はこれですね。この雪玉を転がしていってあげます。はい、先ほどのこの経路にですね。実際に飛んでいきましょうか。まっすぐ飛んでいけば、どういう経路を取るか分かると思いますね。はい。こう降りていく。降りていく。はい、このくぼみ。氷の柱の上を行く。まっすぐ行くと、はい、扉がある。そんな感じになってます。じゃあ、雪玉を転がしていってみたいと思いますね。うまくいくでしょうか。はい。じゃあ、登ってきました。雪玉を転がしてみたいと思います。さあ、うまくいってくれ。結構失敗するんですよ。転がしますよ。はい。いけ。いけ、この野郎。いけ。頼む。いってくれ。いったー。はい。開きました。はい、あとはですね、もう簡単です。中に入ってあげるだけですね。扉が開きましたので。いけいけい。ヘブラの大化石。大きい化石ですね。はい、あそこに祠がある。と、蜘蛛の祠。は
帰ってきます。と雲の祝福と雲の祠でいきます。で中身は宝箱だけの祠となっておりますね。開く。はい、中身は王家の両手剣となっております。はい、ごめんなさい、こちらですね。祠に宝箱マークがつきましたので宝箱コンプリート。じゃあクリアしていきます。はい、というわけで、祠をクリアいたしましたし、宝箱もコンプリートいたしましたので、今日はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また次回。